3番目の発表者は名古屋 C チーム。リーダーは南山大学3年中島陸くん。メンバーは諸見里亜美さん、小野博也くんです。それでは名古屋 C チームの皆さん、お願いします。はい、名古屋 C チームに名古屋 C チームの発表を始めます。よろしくお願いします。最初に本日の流れを発表いたします。最初に目的、そして課題やターゲット、次に提案の概要、そして最後に将来のビジョンについてお話しします。最初に目的をお話しいたします。私たちは若者に足を運んでもらおうと思い、インスタグラムを活用しようと考えました。そのため目的はインスタを活性化させ、足を運んでもらうためのきっかけを作ると定義いたしました。そして課題は、SNS でドルフィンズの関連の投稿が少ないということや、遠藤寺商店街の振興組合のフォロワー数が505人、そして投稿が5つと比較的少ない数となっておりました。そのため遠藤寺商店街が名古屋ダイヤモンドドルフィンズのホーム商店街であるという認知度を高めることが、来客数の増加につながるのではないかと考えました。そのためドルフィンズファンに対するアピールをしようと企画しました。ターゲットはそもそも興味がないと広めようと思わないということから、もともとドルフィンズに興味があるファンを狙います。そして SNS で写真を拡散することによって、若者や写真好きへとターゲットを広めていこうという考えです。続いてこの企画によるメリットについて説明していきたいと思います。一言で表しますと、遠藤寺商店街と名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、この関係性の認知度を浸透させることです。またそこから派生してドルフィンズファンから遠藤寺商店街を利用する方を増やす、同様に遠藤寺商店街を利用している方からドルフィンズファンを増やすこともメリットとして考えています。続いて提案の概要について説明していきたいと思います。こちらも一言で表しますと、動画作成です。遠藤寺商店街を舞台にして動画を作成するというものです。作成した動画はインスタグラムなど SNS に投稿して、ドルフィンズと遠藤寺商店街の認知度を高めるということを目的としています。またドルフィンズアリーナ、遠藤寺商店街、どちらにも足を運んでもらうためのきっかけを作りたいと考えています。この動画作成をしようというふうに至った経緯についても説明していきたいと思います。この経緯は私の実際の経験からです。私は個人的な形なんですけれども、高校時代サッカー部に所属しておりました。そこで部紹介の VTR をツイッターに載せたところ、若者を中心に30万回再生されました。そこでスポーツをグラウンドやコート以外でプレーすることに希少性を感じ、再生回数が伸びたのではないかと推測しました。続いて動画の詳細について説明していきたいと思います。構成は、遠藤寺商店街内でバスケットボールを回します。そのバスケットボールを回す際にカット割りで背景を変えることを目的としています。遠藤寺商店街には神社であったりたくさんのお店があるので、カット割りで背景を変えることで商店街の紹介にもつながると考えています。また撮影は撮影会社に依頼せず、自分たちで撮影することを、意識しております。また最後まで動画を見てもらう工夫として、ボールを、爆弾に見立てて制限時間を設けることで、見ている人たちにも最後に何が起きるんだろうというふうにワクワク感を残すことを意識しております。はい、では実際に1分程度で、私たちが作成したので、温かい目でご覧いただければなと思います。ドルフィンズアリーナ、毎週行ってます。頑張ってください。下から温かいところです。今、下のイルミネーションのイベントやってます。ぜひ、写真撮りに来てください。この神社の名前は、コンピュラ神社です。みんなもドルフィンズの人に祈願しましょう。古き良き商店街、ぜひ来てください。
私たち遠藤寺商店街は名古屋ダイヤモンドドルフィンズを応援しています。ご覧いただきありがとうございます。今ちょっと音声がなかったのですが、このミッションという形でこう様々なミッションを出して、それに対してこう商店街の方たちにこう答えていただくことで、こういろんなこう紹介がにつながるのではないかと考え動画を作らせていただきました。とこれらの動画から予想される効果についてお話しさせていただきたいと思います。まず遠藤寺商店街様につきましては、このスポットが動画に映るというところから商店街に足を運ぶきっかけにつながると考えております。またおすすめのメニューの紹介というところで、先ほどミッションをいくつか出させていただきましたが、その時にこうおすすめのメニューはという形でミッション形式にすることで、このメニューのこう紹介にもつながっていくと考えております。またこうドルフィンズ様のところでこうステッカーを遠藤商店街で配布するとありましたが、これに関してはこの動画配信ではこう行わないことにします。もう一つの案で写真コンテストというものを行おうとしていたので、そこで配ろうとしていましたが、この動画を拡散が成功し、今後のイベントをこう発展した際にこう配っていけたらなというふうに考えております。と目標としましては1万回再生というところを目標にしていきたいと思います。とその理由としては、名古屋、ドルフィンズ様の、YouTube チャンネルがこう1万回再生をあまり5000回再生とかっていうのが多く、1万回再生というところにこう目標を置きました。これによりこう遠藤商店街とドルフィンズの浸透をさせていければなと思っております。最後にビジョンについてです。と私たちはこの動画作成を6月をめどに完成させたいと考えております。とそれはオフシーズンに入るためにこう選手たちにもこう協力していただければと考えております。と最後になりましたが、こう遠藤商店街様、そしてこうドルフィンズ様を含めこう全ての関係者の方に感謝をお伝えさせていただき、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、名古屋 C チームの皆さんありがとうございました。それではこのままお待ちください。はい、ありがとうございました。動画良かったですよね。ちょっと音聞きなかったですよね。じゃあメンター代表してですね、田中さんからコメントお願いします。はい、はい、田中でございます。名古屋 C チームさん、 お疲れ様でした。これまでの間で 何度かお話をさせていただいて、初めて今日動画を見たので良かったなっていう印象です。で前にメンターやってた時にお話したと思いますけど、今のをドルフィンズの選手にやってもらうのが一番いいよねみたいな話をしてて、一番最後に6月に作ろうと思ってます、オフシーズンなので選手たちに協力してもらえるかもみたいな話がありましたけど、それは話している。まず、遠藤寺商店街様にこう送らせていただいて、そうなんだ、今の状況ですので、実際、はい、私たちの中でベストはこれかなっていうところで。なるほど、なるほど。もし可能だったら、本当にドルフィンズの選手に今のやつをやってもらうと、一番いいよねっていうふうには思いました。それは、まあ、まず今、その皆さんので作っていただいて、その目標である1万回の回生再生ができたときに、逆にその1万回も見られてますよっていうのをネタにドルフィンズを口説くっていうのもあるかもしれないけども、まあそうなっていくとこうずっとこう継続していけるというふうに思うので非常にいいかなと。でまあ皆さんどのチームもそうだと思いますけど、コロナの影響で本当にいろんな障壁というか壁があって、一番最初は名古屋 C チームさんもこの動画の話以外にいくつかアイデアがあったんだけど、まあいろんなことがあって結局ここに修練したんだと思いますけど、これ自体は非常に良かったと思いますし、ぜひ実現させていただいて、目標を達成して、で、まあ、できたら本当に選手に出てもらって、そうするともうコアファンは多分確実に商店街に行くだろうし、非常に楽しみな企画になるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。以上です。はい、田中さんありがとうございました。ありがとうございました。では、名古屋 C チームでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。